願いです。どうかもう危ないことはしないで。他のことならどんなことでもお力になります。だから。はあ、わかりました。よくわかりましたよ、トリニティグラスフィールさん。では。え、チナ。おい、プラチナ。プラチナ、起きろ。なんだよ、気持ちよく寝てたのにさ。休憩は終わりにゃす。あれを見るにゃす。うわ、でっけえ。なんだあいつ。し、声が大きいにゃす。そうだよルナ、気づかれちゃったらどうするのさ。うっさいな、その時ルナがギタギタに倒してやるよ。倒すってルナは乱暴なんだから。あの人すごく強そうだよ、きっと勝てないよ。なんだと、ルナが負けるはずないだろ。ほら静かに。あれは第七機関の赤鬼、カグツチに向かっているにゃすね。カグツチ、それってルナたちがこれから行くとこだろ。第七機関の人たちも来ているんですね。少し気になる。後をつけてみようにゃす。この辺りでいいか。ここから先は隠れる場所もない。そろそろ出てきてはどうか。気づかれていたにゃすか。さすがは赤鬼にゃす。おい、こら、でっかいの。やろうってんならこのルーナ様が相手になってやるぞ。ちょっとルーナ、やめなよ。ん？その子供、妙だ。反応が二つあるだと。妙とはなんだ、失礼なやつだな。ルーナとセナをバカにすると許さないぞ、この赤だるま。ルナ、だるまはもともと赤いよ。あ、そっか。プラチナ、ここは私に任せてほしいにゃす。第七機関の赤鬼にゃすね。私はトラカカ、こっちはプラチナ、比例はワビルにゃす。ただ我々は何も敵対するつもりはないにゃす。ではなぜつけた。目的地が同じようだったから、第七機関の動向が気になったのにゃす。私はあの町の現状をあまり把握していないにゃすから。あの町、第13階層都市カグツチか。よかったらカグツチまで同行させてはもらえないにゃすか。何？到着するまではなるべく目立った行動を取りたくないのにゃす。道中人や魔物と遭遇した時の助けが欲しいにゃすよ。代わりにカグツチへ入るカカ族の通路を案内するにゃす。どうする、心得。関わるなと言いたいところだが、カカ族の道案内は少々魅力的だな。いいだろう、協力してやれ。了解した。助かるにゃす。こちらとしても女子供をこんな場所に放り出していくのは後味が悪いからな。よし、じゃあよろしく頼んだぞ、赤だるま。行こうか。私が同行できるのはここまでだ。
ケチくさいな。どうせなら美味しいもんくらい食べさせてよ。すまんな。どのみち私は人間の子供が好むような店を知らん。ここまでありがとうにゃす。いや、こちらこそ。では失礼する。さて、どうするにゃす。十兵衛殿にはお前を家具土へ連れてくるようにとしか言われてないにゃすが。こっからはルナたちだけで大丈夫だ。ちょっと人探しするだけだし。僕たちだけで大丈夫かな。大丈夫って言ったら大丈夫なんだ。行くぞセナ。ちょっと待ってよルナ。本当に大丈夫にゃんすか。ねえルナ、本当にこっちで合ってるの？僕ここなんかやだよ。ジメジメしてるし、変な匂いするし、不気味だし。ルナ？おし！迷った！そんな、じゃあどうするのさ。知るかそんなこと。もう、しょうがないから一旦戻って。なんだ？ルナ、誰かいるよ。こいつぐちゃぐちゃのドロドロで気持ち悪。匂うぞ。うまそうにあふれる性の塊。何言っちゃってんだろうこの人。おいお前、全然意味わかんないぞ。何の色、奇妙、画界、質塊の煮混ざり、極彩、のよどります。我し、見る。第三式は違う。微物、器、中。では、出られ、違法。自称、キラーエネミー。ルナ、なんか危ない雰囲気だよ。くらっぞ、長兵。そ、高原に無心咀嚼す時、ただ道のりの扉、鍵が出落ちる。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action! Luna! ルナ様に歯向かってただです。
ちゃったね。ほら見ただろう、セナ。別に誰かに助けてなんかもらわなくたってルナたちだけでなんとかなるんだよ。でも迷子なのはどうするの？大丈夫だって。歩けばどっかには着くんだから、ほら行くぞ。不安だな。来たね。一時はどうなることかと思ったよ。だからルナに任せとけって言っただろ。任せたから大変な目にあったんだと思うんだけど。何してもお腹すいた。くそ、あの黒いベタベタのせいだ。そうかな。そうだ。盛大に落ち込むな。お前たちが術式の扱いに失敗するなんて今に始まったことじゃないだろう。それでも悔しいもんは悔しいの。失敗すると十兵衛様に笑われるし。そらすまなかったな。ほらまた。これ本当に僕たちが使っていいんでしょうか。アークエネミー、ライゴン無調理。確かに今のお前たちはこいつを使いこなせているとはお世辞にも言えん。だがこれはアークエネミーは使い手を選ぶ。そしてお前たちは選ばれたんだ。少なくとも期待はされている。自信を持て。はい。なあ、術式なんて得て増えてがあるもんだ。気にしなくていい。俺の前の弟子なんて救いようがないほど出来が悪くてな。術式の扱いなら今のお前たちの方がよっぽど上だ。僕たちより下手ってそれってどうなんでしょう。なんていうやつなんだそのダメ弟子は。ああ、ラグナだ。ラグナザ・ブラッドエッジ。敵が悪くて手がかかるくせに言うことだけは一人前だな。反抗的で生意気なやつなんだ。十兵衛様に反抗的なんてそいつバカなんじゃないのか。そうだぞ。そらもうどうしようもないバカだ。だがいいやつだ。お前もいつか会える。うん、弟と妹がいたせいか、あいつは子供に弱いからな。なんだかんだで仲良くなれるんじゃないか。十兵衛様、すごく楽しそう。思い出したらムカついてきた。十兵衛様に嬉しそうに話されやがって。あの人がラグナザ・ブラッドエッジ。想像していたよりもダメそうな人だな。決めた。あいつにご飯をおごらせよ。おごらせるってどうやってさ。んなの決まってんだろ。ルーナはもうお腹ペコペコだし、あんなやつとは口も聞きたくない。だから
何とかしてこい、セナ。来た、来たぞ、セナ。わかってるってば。うわ、なんだ。お腹がすきました。ギブハわったわったよ。悪かった俺の負けだ。飯ぐらいおごってやるよ、チキショウ。ああクソ、なんでこうなんだよ。あれだ、こんなくだらねえ知恵こいつらにつけたやつは。あー、お腹いっぱい。食べた食べた。美味しかったね、ルナ。てめえら、どう考えたって食いすぎだろうが、どうすんだよ感情。んなもルナの知ったことか。大人なんだから自分で何とかしろ、バーカだと。ねえ、行き倒れてたところを助けてやったってのに、恩ってもんはねえのかよ。バカにバカって言って何が悪いんだ、ハゲ。誰がハゲだ。お前がハゲ、アホ、グズ、ノロマ、変態、ツンツン頭のロリコン野郎。ロリコ。さて、ご飯も食べたし行こう。ごちそうさまです、ラグナさん。ちょ、待て待て待て。どこ行くつもりだ。ルナはお前と違って忙しいんだよ。話せ、変態。変態じゃねえ。つか、てめえも感情に協力し。死ね、ロリコン。ルホー。バーカバーカ、二度とルナたちの前に現れんな。あのクソガキ、次会ったら覚えてろよ。あの、お客さん、さっきお感情がどうとか。ぎっく、その、なんだ。ち、この手だけは使いたくなかったが、しょうがねえ。おい、店員、俺は死神ラグナザ・ブラッドエッジだ。ここの支払いを。お客さん、バカ言っちゃいけない。ある、町中に貼られている手配書を知らないか。死神はあなたとは似ても似つかない。一度見たら忘れられないようなブサイクあるよ。あの手配書は統制機構の連中が適当に。つまり金がないから凶悪犯の名を語って支払いを免れよって魂胆あるね。騙されない、あるよ。散々食った分きっちり働いてもらう、あるね。いや、だからあの手配書は。店長、この人洗い場に連れてってほしい、ある。あう、ちょ、ま、あのクソガキ。